どうなるのか、うん、頑張れ、頑張って。竜也対赤羽レイジのデュエルはもう早速スキル使うんですね、はい、することができる効果になっておりますので、手札のモンスターと融合していきます。融合召喚もできるからね。出していくのがこちら。神の意向を伝えしよう。動きが激しいんでね、ちょっと眼鏡落ちないように毎回ってやるんですね。DDD 新宅オダルクをまずは融合召喚。長いね、ちょっと長いよね。うん、闇を引き裂く新たな光となれ。これでペンデュラム召喚。あ、ペンデュラム召喚だ。出現せよ私のモンスターたちを。あ、言ってた、私のモンスターたちを言ってたわ。10だもん。1と10やば。2から9までのモンスターペンデュラム召喚できますね。すべての王をも滑る超越心 DDD シーオエルアーマゲドン。展開しております。3000食らったらユウヤもちょっと。おお、手札いいよ。お、いいよ。主人公が3000ダメージとしてこのデュエルは赤羽レイジの勝利となりました。